ザラ90巡洋艦。ザラ90巡洋艦は、イタリア海軍、王立海軍が1930年代に建造した2番目の、重巡洋艦の艦級である。完成時は、装甲巡洋艦に類別されており、ザーラとも表記する。第二次世界大戦で、設計の良好な巡洋艦のうちの一つという、見方があるが、一方で、ワシントン条約の制限下の、 条約型重巡洋艦して建造された。ザラ、フィューメ、フィーメ、ポーラ、コリツヤの全部で4隻が建造され、第二次世界大戦中に幅広く運用された。ポーラをザラ級重巡洋艦に含まない資料も存在する。ザラ級重巡洋艦は、基本的にトレント級重巡洋艦の改良型で、フランス海軍の新鋭巡洋艦、シュフラン級への対抗で計画された。 トレント90巡洋艦は、イタリアの長大な海岸線で紹介、防衛の行動を取るために速力を優先して、設計され、比較的軽装甲に留められたことから、同程度の火力を備える艦との戦闘には難点があった。そこで、イタリア海軍は、同志艦との水上砲戦を優位に行える艦として、再設計したのが本級である。ザラ90巡洋艦は、 自身の砲撃に耐えられるだけの十分な防御装甲があり、ザラ級重巡洋艦の完成をもって、当時で最高の走行巡洋艦となった。しかし、肥大する防御重量の増加は、ワシントン海軍軍縮条約で制限された1万トンの範囲内に収まらず、条約の範囲内で収めるために、上部構造物の縮小化と、 巨来発射管を撤去するなど量を減らす努力が行われたが、範囲内に収めるのは不可能となり、全球に引き続いて、本球も条約に違反する従順要艦となってしまった。船体重量軽減のため、船系は全球のタイや甲板型船体とは異なり、船体後半を甲板一層分低めた船首老型とした。トレント級との外観上の相違点は、 環境構造であり、全球においては三脚マストとして設計したが、強度不足によりこう子地に振動が発生したために、途中から二脚足して五脚になった。このため、追加されたマストのために、環境内部の溶石が不足した。この不具合を踏まえて、本球では、設計時から五脚章を採用している。その構造は環境を基部として中央部に太いマストを、 死脚として立て、四隅からピラミッド型に、副足を追加した形状で、強度、安定性が向上して、振動に強く、頂上部の即居技はより安定化した。環境構造も最初から、床面積を増やして対処していた。全部マストの頂上部の射撃方位板室に5メートル即居技2本を備えており、全部マストの側面部に、対空用の副射撃式装置に3メートル即居技を、 片言一機ずつ備えていた。しかし、複雑な五脚マストは空気抵抗が大きく、一番煙突との境目に乱流を起こし、倍煙の環境への逆流を起こした。このために一番煙突にファンネルキャップを追加する必要が生じた。本級と同じく複雑な全部マスト構造を持つ日本海軍の長戸型戦艦でも対処に追われている。それを改正するために、 ポーラのみ、環境の基部を大型化して、擬似的な等型環境とし、環境と一番煙突の境目を埋めるように整形が施されており、姉妹艦との明瞭な識別点となっている。この工夫は次のボルツァーノにも引き継がれた。船体中央部には日本煙突が立つが、機関のシフト配置のために前後が離されていた。日本煙突の間は関西庭置き場となっており、 二番煙突前方に立つ、後部三脚マストを基部とする、クレーン元により運用された。環境の側面から、原則甲板上にかけて10センチメートル、47、後継広角砲が棒立て付きの連装砲がで片言四基ずつ、軽八基が配置されていた。二番煙突後方に、後部即居技所が立ち、その後ろに三番四番手砲塔が後ろ向きに、背負い式に二基が配置された。 本級の手法は、アンサルドの新設計モデル図 192620.3cm53 後継法を採用した。重量 125.3kg の砲弾を使用した場合業四45度で、射程 31,566m に達した。この法を連装式の砲塔に収めたが、列強の同種艦と異なり、イタリア海軍の条約型重巡洋艦は最後まで、 左右の方針を同一の方画に据え付ける形式を採用した。これは方針の間を狭めることにより、砲塔の小型化と機構の簡略化を狙ったものであるが、代償として、正射時に左右の砲弾の衝撃波が相互に干渉しあって散布界が広がる弱点があり、イタリア巡洋艦のウィークポイントとなった。砲塔の旋回は、守備線方向を0度として、左右150度で、 不要角度は、行角45度、不角5度で、発射速度は、毎分2から3.8発である。降格砲も全球に引き続き1927年 10cm、47口径降格砲を採用した、詳細は、トレント90巡洋艦降格砲、機銃、水雷兵装を参照。近接対空火器として、モデルズ 19174cm、 39、後継機関砲を採用した。これは、第一次世界大戦前に、イギリスのビッカーズ社より、ライセンス生産されたもので、イギリス海軍では、ポンポンとして、第二次世界大戦時も使用している砲である。この機関砲を単装砲がで六から8機を装備した。他に1931年式 12.7mm 機銃を、連装砲がで六から8機搭載した。 魚雷発射管はない。全球と同様に、監視構造内部に水蒸気の格納庫を内蔵し、水蒸気は監視乾板に埋め込まれた曲がるィ式火薬型射出型パルトで、監視方向に射出する構成とした。全乾板への艦載機搭載は、この時期のイタリア従順洋艦の特徴とされる。当初の対空兵装は進化する。 航空機には対抗できず、1936年から1939年の、改装で 10cm 広角砲2機と 40mm ボンボン砲砲と 12.7mm 機銃すべてを撤去し、代わりに広角砲を補うために、国産ブレーダー社のモデルズ 19323.7cm54 後継機関砲を採用した。その性能は、 0 8 3ラムの砲弾を行角45度で7 8 0 0ル、行角80度で5 0 0 0ルの高さまで届かせることができた。不行能力は行角80度、深く10度である。旋回角度は減速方向を0度として左右120度の旋回角度を持っていた。砲賀の不行、砲頭の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ。 補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分60から120発である。この機関砲を連装砲画で4機8門を搭載した。他に近接対空用に同じく、ブレダ社のモデル 1931-13.2mm、75.7口径機銃を採用した。その性能は 0.051kg の機銃弾を、 行角四十五度で六千メートル、行角八十五度で二千メートルの高さまで届かせることができた。不行能力は、行角八十五度、深く十一度である。旋回角度は三百六十度の旋回角度を持っていたが、上部構造物に異界を制限された。放課の不行、放塔の旋回、放弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。 発射速度は毎分500発である。この機銃を連装砲がで4機を搭載した。1940年に照明弾発射専用の 12cm15 後継単装砲2機が搭載された。五立屋のみ1942年に 12cm 単装砲2機が撤去され、3.7cm 連装機関砲2機が装備された。年に ザラが帰港、翌年には浸水、1931年に収益した。残りの姉妹艦は1932年から1933年にかけて完成した。一方、フランス海軍は間に合いそうになかったものの、ザラ九十巡洋艦に対抗して、十巡洋艦、アルジェリーを1934年に浸水させた。ザラ巡洋の4番艦を除く3隻が、 1> 第1分艦隊、戦隊を構成し、最も早く作戦行動を開始した。対戦の初期から、イギリス海軍と地中海を舞台に、カラブリア沖海戦、スパルティベント、岬沖海戦など攻防を繰り広げたが、戦火らしい戦火も得られず、戦局は不利であった。ゴリツヤが予備になって、第1分艦隊が、マルタ島近海に出撃した際、またパン沖海戦で、 ポーラがイギリス海軍の艦上雷撃機による雷撃を受けて、航行不能に陥り、姉妹艦はポーラの援護のため残留した。そして、レーダーを持たないザラ90寿命艦は、日没後に忍び寄るイギリス海軍の戦艦の接近に気づかず、ポーラのみならず、護衛のザラ、フィューメ、駆逐艦2隻はあっさりと撃沈されてしまった。イギリス艦隊に攻撃された時、 第一分艦隊は戦闘配置を敷いておらず、イタリア艦隊は、野戦の準備を整えていなかった。残ったゴリツヤは1943年4月に、アメリカ軍の B-24 の空襲を受けて、損傷し、ラスペチアで補修を受けた。イタリアが敗戦するまで生き残ったが、ドイツ軍に接収された。1944年6月26日にの特殊戦工程による、 リムペットマインで港湾内で沈没した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。